建物の外壁に残された古いシュリッツの広告。シュリッツはアメリカ合衆国のビールのブランド名。また、かつて存在していた醸造会社の名である。2009年現在、パブストがシュリッツブランドの権利を持っている。米国のビール醸造業の中心、ウィスコンシン州ミルウォーキーに拠点を置いていたシュリッツ社は1900年代から1970年代に かけて、米国ビールのトップメーカーの一つであった。主力商品、シュリッツは、しばしば労働者が飲むビールの代表とみなされ、ミルウォーキーを有名にした、ビールというキャッチコピーで知られた。創業者、ジョセフ・シュリッツ醸造所としてのシュリッツの源流は、1849年に、設立された、クラグ醸造会社に遡る。ドイツ系アメリカ人である、オーガスト・クラグが経営する、 年産250バレルの小さな醸造所であった。シュリッツ社の創業者であるジョセフ・シュリッツは、ヨーゼフ・シュリッツとして、ドイツの中部マインツに生まれた。1850年、20歳の時に、アメリカ合衆国に渡り、ジョセフ・シュリッツと改名し、アメリカ合衆国の国籍を取得した。1855年、シュリッツは、ミルウォーキーに移り、同胞である、 クラグのビール醸造所に初期係として雇われた。1856年にクーラグが病没すると、シュリッツはクラグの未亡人であるアンナマリアから会社を買い取った。2年後、シュリッツはアンナマリアと結婚し、醸造所の名前もヨゼフ・シュリッツブ・ジュイング CEO に改めた。会社は順調に成長し、1870年にはミルウォーキーに新醸造工場を設立。 年産1万2000バレル余りに達した。シュリッツ社の成長のきっかけとなったのは、1871年のシカゴ大化である。大化によってビール醸造所のほとんどが消失したシカゴ市に対して、シュリッツは数千バレルのビールを輸送した。シカゴの水不足を救って歓迎されたシュリッツは、愛飲者を得て新たな販路を開くことになった。1872年、 ミルウォーキーを有名にしたビールというキャッチコピーが生まれ、この年のビールの売り上げは前年の2倍になった。シュリッツはシカゴに多くの特約居酒屋を作り、レンガ壁にコンクリートの浮き彫りでブランドロゴを掲げた。こうした建物の一、ジョセフ・シュリッツは1875年5月7日に母国ドイツへの帰郷の閉じ、乗っていた客船 SS シリレルが、 イギリスコーンウォールのランズエンド沖で岩礁に衝突、沈没する海難事故に遭い、43歳で亡くなった。1900年頃のシカゴ川、シュリッツの広告が見える、宣伝資材。1970年代、バーで女性が引き取っているシュリッツビールの空き缶。空き缶を建材の一部として使用するという報道写真から、シュリッツの死後、シュリッツ社は、 オーガスト・クラグの家にあたるオーガスト・ユーレインとその兄弟たちが経営にあたった。1887年にアンナ・マリアが死去するとユーレイン兄弟がシュリッツ者のオーナーとなった。シュリッツ者は1900年代に100万バレルのビールを生産し、1902年には世界最大のビール醸造所と自称していたパブスト社をもしのいでいる。20世紀初頭のシュリッツ者は カブスト社、アンハイザーブッシュ社に次ぐ、全米第3位のビール会社としての地位を築いた。禁酒法時代には、アルコール醸造が中止させられた。シュリッツ社は社名を、ヨゼフ・シュリッツ・ビバッチ・カンパニーに変え、モルトやインスト、キャンディやソフトドリンクの生産によって、時代をしのいでいる。この間、有名なキャッチコピーも、ミルウォーキーを有名にした飲み物と改められた。禁酒法解除後、 主立社はビール醸造会社としての事業を再開し、1930年代には年間平均125万バレルのビールを生産した。1947年には売上高で全米トップに踊りで、1950年には新工場の建設や他社の買収などによって事業拡大を続けた。1950年代にはバドアイザーを要する、 アンハイザー・ブッシュとトップシェアを争った。1957年にアンハイザー・ブッシュが首位をダッシュして以後シュリッツがその地位に返り咲くことはなかったが、1970年代半ばまでは全米第2のビール会社としての地位を保ち続けた。主力商品、シュリッツの人気に加え、1955年にはオールド・ミルウォーキーが発売され、強固な財政的基盤を得た。 1960年代には、シュリッツモルト・リカーとポップトップの2つのブランドで缶ビールを投入した。1961年に CEO に就任したロバート・ユーレインは、同社で営業畑を歩んだ経歴を持ち、事業の効率化を図りつつ果敢なマーケティングによる市場開拓を打ち出した。シュリッツ社は生産コストを削減しつつ大量の需要に応えようとし、 1968年から1973年にかけて売り上げがネオ平均13%の上昇を見せてアンハイザー物資を追い上げるなどその戦略は当たったかのように思われた。ロバートはワイン会社や食品会社などの買収を試みるなど経営の多角化を図ったがいずれも成功しなかった。 1974年には発行工程を12日間から4日間に短縮を実現する新技術を導入しコスト削減を実現してディスカウント構成をかけた。しかし同時期にライバルのアンハイザー・ブッシュが厳選した素材を用いた高級イメージをバドワイザーに打ち出していたのに対してシュリッツは原料や工程で品質を落とすというイメージから消費者への訴求力が失われた。 1976年の時点で、シュリッツ社は年間2400万バレルのビールを生産し、シェアの14%を占めて、なお、米国2位の位置を保っていた。1976年、義務化された成分表示を回避するため、それまで使っていたシリカゲルに変えて新たな泡安定剤を導入したが、これは品質の低下となって現れ、大量のリコールを招いた。 これにより、ブランドイメージと会社の指揮は大きなダメージを受けた。こうした状況の中、ロバートが1976年11月に休止した。経営には大きな混乱が生じ、生産や営業にも波及した。消費者の味覚調査でも私立は、ひどい味と評価される状態になり、1977年には売上高が10%近く落ち込んだ。このか。 シュリッ立者は税法違反、独占禁止法違反や小売り観光にまつわるリベートなどをめぐる訴訟問題を抱えていた。同様の問題は同業他社でもあったが他社が早期解決に動いたのに対して経営の混乱が生じたシュリッ立では訴訟が長期化し会社の評判を悪化させた。広告戦略も失敗し、調略に歯止めをかけることはできなかった。 1978年、RJ レイノルズ社との間で、ッ立社買収に関する話し合いが行われたが、買収額をめぐって、大株主である、ユーレイに一族が反発して、交渉は決裂した。しかし、その後もッ立社は買収の格好の標的となった。このまモ事業は、調落を続け、1981年には、年1 4 0 0万バレル。 シェア占有率7%にまで落ち込んだ。会社の致命傷となったのは、1981年にミルウォーキー工場の労働者が起こした激しいストライキであった。ストライキは財政的な困難をもたらし、ストロー社による買収構成を受けることになった。1982年6月10日、買収を阻止しようとする法廷闘争に敗北し、主立者は ストロー社の参加となった。1980年代にはミラーライトやバドライトといったライトビールが人気を博し、シュリッツブランドの人気はますます低迷することになった。ストロー社は1990年代にパブスト社にシュリッツを売却した。シュリッツブランドはその後も比較的少量ではあるものの生産が続けられたが、2001年には缶ビールのみの生産となった。 かつて強大なブランドとして、尚と轟かせた、シュリッツは、バーやレストランでは提供されないような安物としての、位置に追いやられてしまった。2008年、シュリッツ社は、1960年代に生産されていた、シュリッツを再現したと発表した。1970年代に行われた、変更以前の醸造法は失われてしまっており、残された文書の検討や、 当時の醸造監督や味覚テスターへのインタビューを経て60年代の味を再現したというテレビコマーシャルなどでキャンペーンが行われるとともにいくつかの都市で販売が開始されているこのため現在は同じシュリッツブランドで2種類の醸造法が存在しているクラシックスタイルの投入はブランドの復帰として市場には好意的に受け止められており 会社の公式サイトでもクラシックスタイルのガストを拡大することが示されており、1970年代の醸造法は以後段階的に排除されるものとみなされている。ミルウォーギーの旧シュリッツ社社屋。アメリカ合衆国国家歴史登録財となっている。ミルウォーギーのかつてのシュリッツ社の建物が残る一帯はシュリッツパークと呼ばれるビジネスパークに変わっている。かつてたる ビンやモルトで満ちていた建物は、学校、オフィスレストランといった用途で用いられている。1887年以降オーナーを務めた、オーガスト・ユーレインらのユーレイン一族は、地域に多くの寄付を行った。ミルー・オーキーのサッカー場や、コンサートホールなどにその名を残している。ありがとうございます。